ドラマには音楽がある。音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー。ドラマってムジカ。今日はこれまでの作品の中から旅立ちをテーマにしたドラマをお送りします。ぜひお楽しみください。やっぱりここにいたのね。先生。向井くん、岡田先生が顔真っ赤にして探してたわよ。進路相談すぽかしたらしいじゃない。まあね、だってくだらねえんだもん。そんなことないわよ。将来について話し合うのは大事なことじゃない。どうせお前の偏差値だとここら辺の大学なら受かるんじゃないかとかさ、数字とデータだけの無機質な進学の勧めを押し付けられるだけじゃん。岡田なんて生徒の大学合格率を上げて自分の評価を高めたいだけで、本気で俺らの将来のことなんか何も考えてねえんだもん。向井くんらしいわね。じゃあ向井くんは教師に何を求めてるの？別に何も期待しちゃいないよ。ただ数字で弾き出しただけの進路相談なんて、行くだけ時間の無駄だから行かないってだけだよ。そう。向井くん、にひるぶってるけど、かまってかまってのただの甘えん坊さんなんだね。は？ちげえし。邪魔しに来たんなら出てって。怒った怒った。暴れられたらたまんないから、退散するわ。はいはい。しっし。向井くん、別に岡田先生の肩を持つわけじゃないけど、人生の先輩のアドバイスに耳を傾けるのも悪くないと思うわよ。ちょっとぐらいはヒントが得られるかもしれないじゃない？どうだか。まあ、私が言いたいのはそれだけ。じゃあね、ごゆっくり。先生。何？先生はさ、なんで音楽の教師になろうと思ったの？それ聞いちゃう？うん。一度聞いてみたかったんだ。前途有望な。しかも向井くんみたいなピュアな青年にはあんまり言いたくないんだけどさ。ぶっちゃけ食べていくために教師になったのよ私。え、うん、そうなんだ。本当はピアニストになりたかったの。小さい頃から有名なピアノの先生について、とにかくピアノピアノピアノの子供時代を送ってね、夢っていうかそうなるもんだと思ってた。ピアニストか。音大に入って、そこでもまた師匠について練習漬けの日々。女子大生らしいことなんて一つもしなかったわ。したいとも思わなかったし、ピアニストになるためにはあらゆる犠牲も厭わなかったのよ。でも現実は厳しくてね。それで先生に？まあピアニストになることしか考えてなかった割に、ちゃっかり保険で教員の資格も取ってたからさ。まあ今思えば覚悟が足りなかったんだと思う。ピアノで食べていくんだという確固たる意志っていうかさ、そういうもんがね。ダメなら音楽の先生でもいいかなって逃げ道を用意してる時点で、退路を断ってピアニストを目指してる人には勝てないよね。退路を断つか。でもね、入り口はそんな感じだったけど、教師になってよかったと思ってるわ。ピアニストを目指して頑張ってきたことはこの仕事に生きてるし、音楽の楽しさをみんなに伝える使命感っていうのかな、偉そうだけどね、そういうやりがいみたいなものを感じながらやれてるから。そっか。向井くん、音楽やりたいんでしょ？でも迷ってる。先生みたいに小さい頃からがっつりやってても厳しいんだろ？俺なんか高校入ってギター始めた駆け出しだしさ、東京出たら俺ぐらいのやつなんかゴロゴロいるだろうし。そりゃあ上見たらキリがないわよ。でもさ、そこじゃないんだよね本質は。これはピアニストを諦めた私だから言えることだと思うけど、やり続ける意志なんだよ一番必要なのは。とにかく続ける、絶対やめない。
そうしないと道は開けないから。医師なら誰にも負けないかも。じゃあやってみたら。結構簡単に言うね先生。そう、でも大丈夫、向井くんの才能は私が保証するから。ギターはまだまだだけど、向井くんが書く詩と曲はちょっと嫉妬しちゃうレベルだから。やめてよ先生。ギターなんか下手くそだっていいじゃない。どうせなら下手くそな夢を描いていこうよ。泥臭くがむしゃらにさ。気取らなくていいの。かっこつけない方が向井くんらしいよ。うん。なんか俺、すっきりしたよ、先生。意味ある進路指導、ありがとう。